こんにちは、新鮮堂薬局鈴木邦明です。3年4年ぐらい前でしたか、NHK が発達障害のキャンペーンみたいのずっとやってた時あるじゃないですか。あの時に本当発達障害が、本当に障害だみたいなね、感じで、報道されてたんですけど、まあ、あれ見て本当そうなんだって信じちゃって、諦めさせるというんですか、まあ、病院にかかることを促したのかな、まあ、よくわかんないですけど、ああいうデマ報道がね、本当1年以上にわたってやられちゃったんで、まあ、ほとんどの人たちが発達障害っていうものを認識しながら、なんていうんですかね、また、自分で考えることをやめさせたという印象を持ってるんですけど、まあ、いずれにしても今までのお話でね、高オメガ6の食事っていうのが、まあ、妊娠中の女性だと鬱になりやすいと、でそれが胎児の脳の成長を妨げる、まあ、これが発達障害じゃないかって私は疑ってるんですけどね、はい、まあ疑ってるっていうか、この次のやつでまたご紹介するので、それ聞いてもらって思い当たったらすぐやってもらうっていうのはね、早めに手を打てるからいいかと思いますので、今日はね、あくまでも、母親の食事が出産後の子育てに与える影響というのをしてみたい、話をしてみたいと思います。一応これ、早産のことについては初めの不妊の原因ですよね、そこでなんとなくご紹介していると思いますけれども、オメガ6が多くなると、子宮の強い収縮が促されちゃうもんですから、運が悪いと流産になります。で、陣痛がやっぱ切迫流産みたいな形で陣痛が早く来てしまうので、早産になります。はい、で早産になれば当然なんですけれども、赤ちゃんは未熟児で生まれてくることになるということですね。これが早脳点なんですけど、アラキドン酸からこのプロスタグランジン F2α っていうのが作られるんですけど、これがオメガ6だと過剰分泌になって、着床障害や流産の原因となる、まあ、着床障害っていう部分は不妊ですよね。はい、まあでもここら辺もね、微妙なんですよね。ミルクの選択っていうので、ミルクにアラキドン酸とかが入れてくれてあるやつもあるんですよ。で未熟児として生まれてきてお母さんが母乳が出ないっていうなら、気持ちよくそのアラキドン酸が入っている、ミルク使った方がいいと思うんですよね。ただね、なんかね、これ大丈夫なのかなと思ってるのがパーム油っていうのが入っているミルクが比較的多いんですけど、なんか食品の話で前に話した覚えがあるんですけど、パーム油飲むと、飲むとっていうか、パーム油の入った加工食品を取ると本当に嘘みたいに性格が激変してしまう人を私何人も見てきてるので、なんかね、パーム入ってないミルクあるんならそれの方がいいかなというふうには思ってます。でお母さんが母乳をあげながらミルクをあげてる場合だと、当社のお客様のがお母さんというなら話は別なんですけど、基本日本人のもう 95% 以上は超オメガ6過剰なので、そういうお母さんのおっぱいってリノール酸とアラキドン酸っていう、まあ、オメガ6が多く供給されてるはずなんですよね。その場合には、ミルクにアラキドン酸が入ってないやつを買ってもらった方がいいんだろうなと、だからそこら辺まで考えてやっていかないと、ちょっと問題ですよね。はい、まあ、またミルクのね、なんか一覧みたいなものがあるようだったら私見てそれでもこれの方がっていうのがね、提案できるのかもしれないんですけど、はい、まあ、またそれはいずれ、はい、とにかくオメガ3の不足とオメガ6の過剰が不妊の原因となって妊娠の中のうつ、産後うつ、胎児の脳の発達を妨げで、
流産や早産、未熟児出産の原因にもなります。また奥さんがそういうご飯を出していればご主人がモラハラになりますし、自分もそういう状態なので感情が乱れて、夫婦なんかも必ず悪くなる。だからもう本当に家庭を破壊するために作られている、利用されてきたっていうのが本当のところだと思いますよ。その上で病気にさせてお金使わせて、ね、で感情が乱れると一番困るのは、なんていうかな、何かにハマっちゃうとそればっかりになっちゃうんですよ。だから例えばご主人で言うなら趣味、それとかあとは、ギャンブル、ギャンブルだけじゃない、あとは依存症になりやすくなるんですね。だからセックス依存症っていうのもありますけど、それも、普通に治せます、あれはもう依存症というのではなくて、情動が本当乱れると、ドーパミンが出た、ちゃんとドーパミンが出るような状況の時しか集中できなくなってくるんですよ、だからゲームとか、ギャンブルとか、趣味の依存、女遊びの方に行っちゃう人もいますからね、そういうことですので、とにかくその出産後の母親の情動に大きな影響となって現れます。一つが産後うつなんですけれども、時にはそれが育児放棄や虐待などにつながることになるということですね。でこれ母性というものが、私もいつ頃までだったかな、30代の頃は母性っていうのは女性がみんな持ってるもんだと思ってたんですけど、もう40になる前には、母性は、適切な栄養がないとないっていうことをね、結構その頃から何て言うんですか、虐待 の, 相談っていうのがポロポロって、やっぱおじいちゃんおばあちゃんが見てられないっていうお宅が結構やっぱいらしたんですよね。でそこまで子供にそういう対応しなくていいんじゃないかっていう対応しちゃう、お父さんお母さんは相当あったみたいで、そういう方が実話がっていう形で、相談いただいてきました、で、具体的になんですけれども、オメガ3欠乏または正常の妊娠マウスの妊娠後期から出産後の行動を観察してみると、正常母乳は、新生児を出産し通常通り、育児したが、オメガ3欠乏母乳は食殺や 育児放棄するものが30から 40% も観察された。本当なんか去年だか一昨年だか忘れましたけど、子供を置いたまま九州の彼氏だかに会いに行ってたとかっていうニュースもあったような気がするんですけど、あとはあれですよね、おそらく相当な感じでなんか買ったもんっていうんですか、パンとかそういうものを渡して、でご飯以上おしまいみたいなお宅も結構あるような話も聞いてますけれどね。でとにかくなんていうかな、自分の子供に愛情を感じない、可愛く感じないというレベルは前にも言ったと思いますけど、1週間レベルで母性って戻ってきますんでね、そこは早いんですよ。でただ感情のコントロールができるまで、時間がそれなりにかかるので、手が出なくなるのには1ヶ月ぐらいで、ちゃんとやってくれれば1ヶ月ぐらいで、そのぐらいの感情のコントロールはできるようになります。それでこれが、愛情のことですから、巣から離した新生児を回収する試験ではオメガ3欠乏母乳は正常母乳よりも新生児の回収や保温行動までに時間を要し、新生児への愛着が薄いことが考えられた。もう本当パチンコやって車に乗せちゃってる親がそんな感じですかね。続いて、母乳の脳 DHA 上では正常母乳よりも著しく低下し、オメガ3欠乏の食殺母乳でさらに低下していた。だから同じご飯あげてても脳に、流入する DHA の、量っていうのがやっぱり体質によって違うってことでしょうね。
はい、でさらにすべての母乳の海馬 DHA とモノアミンを測定したところ、海馬の DHA 量に対して心身の安定や心の安らぎなどに関わるセロトニン量には性の相関が認められた。でこれ前にもこれも言ってると思いますけど、過去の嫌な経験に対してあのせいでって思ってる人たちっていうのはもう基本海馬の DHA の量が少ないです。で、あのおかげでって思えてる人、まあその差っていうのが、あのせいでが今の調子が悪い人、あのおかげでって思える人は今の調子がいい人っていうふうに私は定義していますけれども、とにかく海馬っていうのは6ヶ月で全部新しく入れ替わりますので、一般に過去の嫌な思い出で、引きずられている方は3ヶ月ちゃんと10日間チャレンジでやりますと、過去のことのに対する評価とか、思い出した時 の, 不快な感覚、が、まあ、4ヶ月だな4ヶ月でほとんど気になれなくなりますので、はい、それが以前言った親とのなんていうんですかね、仲違いで、まあ、高校とか大学卒業して社会人になってから全然行き来がなくてね、本当縁を切っているような状態だった人たちも、4ヶ月ぐらいすると、自分の親のことを考えて親もなんとか治してあげようということで、自分が良くなった後に同じことをやりなさいということで、親との交流が始まるっていうのがとても多いです。はい、まあとにかく脳の DHA の量が減少すればするほど母親の情動は悪化していくことになると。まあこれが育児放棄とか虐待につながるということはね、もう分かると思いますので、本当に冷凍食品とかもう昆虫食なんかとんでもないですよ。で、冒頭で言った NHK の発達障害キャンペーンですけど、片付けができないっていうのをね言って、まあなんか発達障害だったんだって言って、それで開き直っちゃう人がまた多いんですよね、本当に。まあこれ最後に、出産以降正常母乳は新生児への授乳のために大きく丈夫な巣を作成していたが、オメガ3欠乏母乳の巣は小さく粗雑なもので、育児環境に大きな違いが見られた。オメガ3欠乏の食殺した母乳に至っては出産前からほとんど巣を作成しておらず、出産の準備すらできていない状態であったということで、分かりますよね。はい、でも本当はつくづくここにうまくやられたなって思いません？もうもうこれね、聞けばあそっかって思うかもしれないですけど、人間の体に37兆個ぐらい の, 細胞があるって言われてるんですけど、その細胞37兆個の全てのところにこの、オメガ3オメガ6が入り込むわけですよ。で、免疫含めて刺激なんかの刺激があると、まあ、例えば音の刺激があった時に、全身の細胞が反応するわけですからね。そうするとそこからオメガ6が切り出されて、アラキドン酸が切り出されて、それが生理活性物質に変わっちゃうわけですよ、ね、だから普段の時にそういう刺激でもあるし、あとまあ、この時期だと花粉ですよね。花粉なんかでもそれが起きてしまう、過剰に取り込んでいると、ね、で、そうでなくても慢性炎症という形が日常的にいろんな刺激がありますから、慢性炎症になるので、それが、まあ、女性で多いのが足のむくみという形で出ますし、でそのむくみがひどくなってくれれば起立性調節障害みたいな感じでなってきて、朝が起きづらいみたいな話になってくるわけで、ね、それがもう各種アレルギーにつながるし、で市販されているそのアレルギーの薬とか痛み止め、頭痛とか生理痛で飲むやつ、全部アラキドン酸が切り出される経路ですよね、その経路に働く薬なので、まあ、ちょっと考えれば誰でも分かることなんですけどね、こういうことが原因なんだって、まあ、そういうことでね、本当うまくやられたなっていうのがつくづく、でもね、うまくやられたってことでこのチャンネル聞いてくれてる人って、あ、こんなことにつながるんだって思ってくれてるんだと思いますけれども、そこからそうでない人たちにどうやって伝えていくのか
なかなか方法がねないんですよね。でもそういう人たちこういう地味な話興味ないので、ね、まあとにかく一人でも多くの方にこの情報が伝わるように、で何度も言いますけど、お嬢さんがいらっしゃるご家庭はもうとにかくなんとか、この話を伝えて、次のね、時代のね、だってひょっとしたらね、ちくわ食べてない人で残りの数っていうとどんぐらいなんですかね。まあわからないですけど、まあ、逆に言うとこういうことがあるので、こういうこともあるしこういうこともあるので、おそらく本当に親を失ったみなしごの面倒を見ることになった時に、やっぱここら辺の話はもう本当に大事だと思いますので、ぜひそういう時にも、ね、時に備えて活かしていただければと思います。それでは今回の話は以上です。ありがとうございました。